ありがとな。よくここまで来たですね。特別に褒めてやるですよ。フロナちゃん、これ以上は良くない。今日のあなたは度を越しているわ。二度と悪事が働けないように念入りにお灸を据えてあげる。天魔覆滅。ひひひ、今のうちに好きなだけさえずるといいのです。これよりついにクロナ史上最大のビッグないたずらが完遂の時を迎えるのです。フィナーレを飾るのはお前ら悪魔ハンターの。敗北の悲鳴です。クロナのパワー見るがいいです。驚かせてしまったかの。今の揺れはちょっとしたジョーク、いたずらじゃい。誰？ものすごい魔力。こんな悪魔見たことない。まったくクロナよ、自分のことながら不甲斐ない。お主、何度負ければ気が済むのじゃ。大人クロナ、助けてほしいです。大人クロナ。大人のクロナちゃん。懐かしくも忌々しい顔ぶれじゃのう、悪魔ハンターの姉妹よ。わらわはそこにいるクロナの遥か未来の姿。大人クロナちゃんじゃ。一体どういうこと？わけわかめ。簡単なことよ。次元融合を引き起こしたのはわらわじゃ。え？へっへん。大人クロナは超すごい魔力を持ってるから、次元とかいろいろ簡単にいじくれちゃうのです。ちょっとそれチートすぎじゃない？複製も何もあったもんじゃないわ。できるからってなんでこんなことを。なんと話に古いアルバムを見とったら、この時代のことを思い出して、いつもいつも悪魔ハンターに邪魔されていた学生時代、今になって急に悔しさがこみ上げてきたのじゃ。
じゃから数千年、いや数百年じゃったか。久方ぶりに復讐でもしようかと思うてな。まあ言うてしまえば過去の生産じゃよ。本当に過去に戻って生産するバカがどこにいるのよ。忍ぶよ、その暴言実に懐かしいぞ。これは少し頭にきたの。せっかくの復讐者じゃ、もう少し付き合ってもらうぞ。これは大人クロナちゃんにものすごい魔力が集まって。残念、振り出しに戻る。 You got to じゃ。何が起こったの？ここは校門？いえ、城門前。私たち入り口まで飛ばされたってこと？振り出しに戻された。あいつ大人クロナ、私たちで遊んでるんだわ。絶対許さない。悪魔ハンターの名にかけてコテンパンにぶっ転がしてあげるんだから。最後まで諦めず不可能を可能にする、それが悪魔ハンター。よく言ったわマヤ、ここから再チャレンジよ。それに最上階まで登ったのに砲台の姿が見えなかったのも気になるわ。お兄、無事だといいけど。最上階、また目指すしかない。大人クロナめ、絶対ボッコボコのグッタ型にしてやるんだから。しのぶちゃん、だいぶイライラしてる？お兄分が不足してるのかも。そんなんじゃないわ。私はただ大人クロナが許せないだけで。はいはい、マヤさん分かってますから。ちょっとマヤ、違うんだからね。